こんにちはヤニックですすいいつも動画をごご覧くださりありあがとうございます、えー、今回はハワイ旅行前の準備にハワイネームを決めようというお話をしていこうと思ってますが、えー、内容としては以前作成したこの動画と、まあ、ほぼ同じなので内容をかぶっちゃってるんですけどもただあの僕は毎週金曜日の20時にハワイに関する生放送をしてるんですが そこで質問が出たのでちょっと改めてなんですが動画を撮っていこうと思います頂い,いた質問はこちらですねレストランで名前を書くということでハワイ旅行をしているとですね名前を聞かれるシチュエーションって割とあったりするんですけども、まあ、まず先にどんなシチュエーションで聞かれるかちょっとその様子をまとめましたので

まあこのように、えー、レストランの入店に待ち時間が発生するときや、あと料理を作るのに時間がかかるときとかに名前を聞かれて、後で名前を呼ばれて、まあ席が空いたよとかね、料理ができたよっていう感じで名前を呼んでくれるんですが、えー、で皆様がよく行かれるであろうスタバでは100%聞かれます。注文が終わると名前はって聞かれますね、スタバではね。で、名前を聞かれるのは別にいいんですけども、答えるだけですからね。 I'm t a n とか、I'm k a t とかね。そんな難しい英語じゃないでいいんですけども、ただ、僕たちが英語をうまく発音できないのと同じように、えー、アメリカ人の彼らも日本語がうまく発音できないんですね。で、日本語はまうまく発音できないので、非常に独特の発音で名前を呼んできます。で、それが時にですね、何を言ってるのかわからないぐらいのレベルで発音される時があるんですね。 そうすると、あれ、今自分のこと呼ばれてんのかなって、結構戸惑うんですよ。あれ、私のこと呼ばれてんのかなこれ言った方がいいのかなでも、なんか名前違うなっていう感じで、戸惑うんですね。自分のこと呼ばれてるかどうかわからない時が結構あるんです。で、僕が以前まさにそうで、まあ、僕は昔バカ正直に自分の名字を伝えてたんですけども、本名ですね。どうも僕の名字って、欧米人がまともに呼べない名前みたいで、 変な発音もされるんですね。めちゃくちゃ。で、あれ誰読んでんだろうなーって。最初全然わからなくて、僕のことなのかなーみたいな感じで、結構困ったことがあったんですね。うん。で、それ以来、本名を使うのはやめて、ハワイではハワイネームを使うようになりました。ハワイネームを使うようになってからね、そういった名前に関するやり取りは非常にスムーズになったので、やっぱハワイネームを作るのはとってもおすすめなんですけど、で、僕の場合は、ケン。 っっててていいいうう名名前で妻の夏希はリサと名乗ってるようにしています、まあ、どちらもアメリカにある名前なので、まあ、スパッと理解されて、呼ばれてもケンって呼ばれるんですごいわかりやすいんで、ケンって呼ばれると。ケンとかリサとかって呼ばれるとね、名前で困ることっていうのはなくなりましたね。まあ、あと、ハワイネームっていう,こう名前を使うとなんかこう、ちょっと別人になったような気持ちになって、ちょっとテンション上がるんですね。ハワイだけで使う名前だぜみたいな感じでね。そういう楽しみもありますので、ハワイネーム。 使うといいんですがじゃあどういった名前つければいいのかなって思うと思うんですけどもまあ基本的には自由なんですがまあ生放送中に、えー、皆様からハワイネームについていくつかコメントを頂い,いたのでちょっとそのコメントを紹介しようと思います、えー、自分はケンだけどケニーかケビンにしていますこう日本の名前を英語風にアレンジするパターンですよね私のハワイネームはヒデです これは短く省略したパターンかな。私はナオミのまんま。ナオミっていう名前はアメリカにもありますので、ナオミ・キャンベルって言いますけども、ナオミでしたらそのまんま通じます。だからナオミっていう方はね、いいですね。そのまま自分の本名できますから。名前だけでも間違えられそうなので、名前の一部にしています。これは短くするパターンですね。えー、私の友達のふくやかな方はデイを使っています。デブだからさそうです。ということで、 まあそうやって勝手に自分の名前つけちゃうパターンもあります。歴代大統領名前を使っています。こういうのもいいですよね。アメリカ人に理解されやすい感じしますよね。うん。僕は誠なのでマイクにしています。本名に近いので聞き逃すことはありません。これは自分の本名,本名を英語風にアレンジしたパターンですねえ。私はナタリーです。大学時代の第二外国語の授業で付けられました。 これは昔付けられた英語のあだ名って感じですかね。外国風のあだ名って感じを使ってるんですね。私のハワイネームはラスティライアンです。これはおそらくあの好きな俳優さんから撮ったのかなっていう感じですが、皆さんこのようにですね、えー、割と自由に名前を付けて、えー、使ってるみたいですね。意外とハワイネーム持ってる方っていらっしゃいましたうん。中にはこういう方もいて、僕もヤニックさん通り県で通しました。よかったです。 というコメント頂けたんですが僕のハワイムは動画の中で何度か紹介しているのでそれを見て使ってくださったそうですまあケンリサってねほんと簡単なんで覚えやすいんでねまあおすすめではあるんですがでちなみに余談ですけど僕のケンの由来は何かというと昔あのストリートファイター2というゲーム僕大好きでよくやったんですけどその時にケンというキャラクターをよく使ってたのでそのケンというキャラクターがアメリカ人だったのでもうそのまんまアメリカ人だからケン を使ってます、ね、そっから使っっててまますすねねそから好きなゲームから撮ってますね、えー。なのでハワイネームはどのようにつけても自由なのでな,なので好きなハリウッド俳優や女優から撮ってもいいですし自分の名前を英語風にアレンジしてもいいですし、まあ、短くしてね欧米人が理解しやすい呼びやすいような名前にしてもいいですよね。秀明だったら秀にするとかね義彦だったらよしにするとかね短くしちゃってもいいと思います。 あと、ハワイ語が好きならハワイ語の名前を付けちゃってもいいと思いますね。うん。よりハワイが好きになる名前なのかもしれませんね。まあ、どのようにつけても自由なんでね。テンションが上がるような名前。自分がね、ハワイ旅行中呼ばれるとちょっと嬉しいなって思うような名前を付けるといいんじゃないかなと思います。あと、ハワイネームについてこのような質問が生放送中にありました。 どこから見ても東洋人なのに異国の名前を使って不思議がられませんかということで、これはね、えー、全くそんなことはありません。うん。全然大丈夫。で、むしろノリのいいやつだと思ってくれるんで、向こうがね。この日本人やたらノリがいいなと思ってくれるんで、案外フレンドリーになったり、挨拶してくれたりします。うちの夏希はリサなんて名乗ってますけど、なんでリサって名乗り始めたかというと、その、 スタバで名前を聞かれた店員さんがたまたまこう胸に名札をつけてたみたいでその人の名前がリサだったからそれを使ったとかって言ってたんですけどもあ私リサですって言うとああ偶然ね私もリサなのよみたいな感じでちょっと会話が弾んだみたいな話もありますので全然なんか変な空気になるなんてことはないので心配する必要はありませんもう自由に英語名つけちゃっていいと思います まあどうしてもね、その辺気になるとか、あんまりこうフレンドリーに話しかけられてもちょっと英語で返すのはちょっとなーっていう方は、僕たちのようにですね、ケンとか、リサですとかね、あとアンとか、エミとか、まあ日本でもアメリカでも通じる名前を使うのがおすすめです。まあそれ使っておけばね、問題ないですね。はい。というわけでまあ今回はちょっと短いんですが、ハワイネーム。 つけるるとやっぱりテンンション上がるのでねハワイでこう名前をを使使ううととねハハワワイイネームを使うとハワイ旅行がより一層楽しくなりますし、まあ、コミュニケーションもより円滑になりますのでね困ることも減るんじゃないかなと思うので紹介させていただきました、はいえー。今回の動画は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。